お願いします。お弁当箱と申します。こう見えて元赤ちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ね。ファニーファニー言うとりますけども、2025年ですね、2年後のお話なんですけども、まあ消費税がねどんぐりに変わるということでね、本当に驚いてるんですけど、皆さんは多分知らない方も多いと思うんですよね。僕はねたまたま今月のコロコロコミックを読んでたので、なんとか知ることができたんですよね。ちょうど漫画と漫画の間の字だけのところあるじゃないですか、大人しか読まないところ、あそこに書いてあって、ちょうどねスプラトゥーンとデュエルマスターズの間ですね、そこにもがっつり書いてあって、そうなんだってすごいびっくりしたんですよね。でもこれどうなるんだろうとか思ってね。そうで、まあお金っていうのはねもう時代によって形は変わりますからね、うん、昔は貝殻がお金の時代もありましたし、もっと昔ではこう大きな矢をねこう転がしてマンモスくださいって言った時代もあったはずなんですね。これ漫画で見たんで本当の話なんですけどもね、はい。だから本当にね、そのこれからお買い物をするときに、そのどんぐりコロリンチョしないとお買い物ができないっていう時代になってくるわけなんですよね。だからもう本当に今年の秋がすごい心配で、どんぐりなくなると思うんですよ。わあ、どんぐりない、どんぐりないよ、どんぐり、なんだこれ、どんぐりじゃないやつだみたいなことありえるんですよね。そう、嫌じゃないですか、どんぐりかと思ったらどんぐりじゃないやつだったっていうね。それがすごい怖くて、どんぐりたけしもやばいですからね、正直ね。大丈夫か、あいつ、あいつがお会計で払われるんですよ、嫌ですよね。だからね、そのためにももう皆さんに言いたいことはもうただ一つ、選挙に行ってほしいね。選挙に行っていっぱい投票してほしいんですね。まあそういうお金のことは国の政治が決めてますからね。だからもっと政治に興味を持ってほしいなと思っておりまして、本当にね、その投票率、若者の投票率が少ないなんて言いますけど、本当にその通りで、今の投票層っていうのはもう年配の方と小動物の皆さんだけで日本が行われてると。だからお金持ちのリスさんが得する世界になってるんですよ、みんな分かってますかね。いろんな派閥もあるんですよ、知ってますか。ヨットヤットイエイエイウォウォウね、これ知ってますか。知ってますね。ヨットヤットイエイエイウォウォウね、3つの派閥があるんですよ。ヨットウとヤットウとイエイエイとウォウォウ、あ、4つか、今日は4つだったんですけど、日によるんですよね。4つの派閥があると言われてます。だからもっとね、その興味持ってほしい。だから今の日本のトップって誰か知ってますかね。多分知らないと思うんですよね。日本のトップって、今の日本の現状のね、日本のトップは1位シナモロールね、2位ポムポムプリン、3位クロミね、これね、なんかのね総選挙のサイトみたいな本当なんですよ。このトップ3がねいると、このトップ3人間がいないんですよ、やばいですよね。ちょっと前までは前田敦子1位の時代もありました。だけど今や人間がいない。このままだと動物園日本が支配されちゃうんですよ。うわー